2月もそろそろ中盤から後半に向かいます。はい、はい、じゃーん、この私の装いでもう何も言わなくてもそうですね表されてるかしら。はい、はい、ご継承の時期になりました。ここで一つとてもおすすめな、ジャケットとパンツとブラウスをご紹介したいと思います。はい、まずジャケットと、パンツですね。はい、ホワイトっていうブランドからノーカラージャケットとセンタープレスパンツが届いております。このセンタープレスパンツなんですけれども2サイズになります。私が履いている方が長い方でいくつだ、38ですね。はい、でこちらの短い方が36ですね。はい、はい、で私が36を履くと167センチで少しだけ丈が上がる。これはもう細くほっそり履きたいか、ちょっとだけ少しなんだよね。でもね、ここはもうお好きな方でいいと思います。67センチで38を今履いてます。丈的には 2.5 ぐらいしか変わらないので、うん、はいはい、もうお好きなシルエットですかね。はい、はい、センタープレス、とても綺麗です。私決して細くないですし、足も長くないです。でもなんか足が長く見えるし、細く見えます。すごくないですか、これ。スラッとなりますよね。すごいんですよ。このでそうなんか細くなった感じになっちゃうでしょ。シュッとしてシュッとしてるよね。はい、そうなのです。背中も素敵ですね。はい、はい、このような感じになります。で中に着ているこちらですね。こちらは、つむぐのブラウスになります。はい、こちらももうメーカーもミエルもこれが最後になります。ジャケットもちなみにそうですし、パンツもそうです。ここがもう、メーカーさんもミエルも最終になるかなっていうふうに思います。はい、ではジャケットを脱いでみます。おっと、その前に再入荷してますブローチちゃんです。かわいいブローチちゃん、これね、白もかわいいよ。はい、ちなみにジャケットはですね、説明してもらえますか。真ん中に深めのプリーツが入っていて、先ほど背中を見せていただいてたんですけど、つむぐのブラウスのバランスもすごく綺麗だったんですね。はい、ではブラウス、ブラウスも背中にプリーツが入ってます。はい、はい、着丈はそこまで長くないのでジャケットとのバランスもグッドですね。はい、はい、光沢のあるちょっとサテンのような織りの生地になっています。くるみボタンだね。はい、ボタンも可愛い、可愛いです。はい、あと襟も可愛いですよ。全然普段使いもできちゃう感じですね。そう、そこがいいとこなんですよね。うん、で、真っ白なのでとても綺麗です。なんだろう、ダメだ、言葉が出てこない。真っ白なので、なんですかね、真っ白なので清潔感ですか。そうですね、清潔感です。清潔感もあって、はい、まあお形状にはぴったりですね。そうですね。でもパンツデニムに変えても可愛いですね。あ、そう、可愛いですよ。ダメージデニムとか合わせてもらっても可愛いと思います。はい、はい、着替えてまいりました。こちらはですね、ホワイトのブラウスになります。はい、こちらもね、やっぱり着丈が少し短めの、まあ言ってみると短めがトレンドっていうのもあるかもしれないです。全体的なこのオケージョンだけじゃなくて全体的に丈が短いブラウスとかっていうのが、まあ、少しずつトレンドになっていて、だからあれですね、多分長めをずっと着てこられた方は、ね、なんか丈が短いみたいな、したいってなる人は、そうそう、なんか短い短いってバランス短い短いと思っちゃうかもしれないですが、これ短めのトレンドなので、ちょっと頭のそのチャンネルをちょっと変えてもらうと、ああ可愛いっていう風になられるんじゃないかなっていう風に思います。でこちらですね、ではどうぞ。はい、ブラックと白の2色展開で、はい、胸元からプリーツがこう流れるように、うん、可愛いですね。そうですね、肩周りは押さえた、はい、で裾に向かって広がるプリーツになっています。はい、はい、襟元はちょっとぷくっとした形になっていて、はい、背中は大きめのプリーツになっています。はい、はい、素敵ですよ。あとポイントなのが袖口のピンバックが素敵ですよね。はい、はい、とても素敵です。こうした方がいいかな。はい、で見た目ちょっとコットンっぽく見えるんですけど、うん、ポリエステル素材になります。はい、でシワもあまり気にせず、ね、ですね、着ていただけます。はい、はい、ホワイトのジャケットを着てみました。このような感じになります。はい、裾のところから、ね、見える感じがとても素敵ですね。はい、これですね。はい、ジャケットはね、前止めなくても綺麗なデザインなので、はい、ちょっと抜いてもらうぐらいが、はい、素敵かなっていうふうに思います。はい、でこのパンツなんですけれども、こちら、そうそう、めっちゃ綺麗に見えますが
ウエストはゴムなのでよろしく、ね、みたいな。イージーパンツになってます。はい、楽ちんでございます。はい。はい、それから本日ご紹介のボーダーの T シャツになります。春ですね。春です。やっぱ欲しくなりますね。でもね、このボーダーの T シャツって結構どこでも売ってるじゃないですか。大体どこでも売ってます。そうですね。はい。でもね、やっぱこの人が着てるボーダーの T シャツすっごい可愛いって思う時ありません？ありますね。そうなんです。これがちょっとしたことなんですけれども、素材とかデザインとか、そこの違いがすごく大きくあります。だからボーダーこそこだわって着ていただきたいなっていうふうに思う一つのアイテムです。はい、はいね、では小林さんからご紹介していただこうかな。はい、はい、結構細めの糸を使って編み込んであるので、はい、触った時の素材のタッチがすごいシルキーな感じで、はい、なんかサラサラっとして、そうですね、よく見ると本当細かさが分かりますよね、うん、はい、はい、なので薄手なんですけどつるっとしてて光沢感もあってね、はい、このピッチもいいですよ ね、 いいですね。あと真っ白っていうのもいいんです。ですこの白もただ白っていうだけの白ではないんです、はい、白の中にもいくつもあるんです。アンミカさんです。そうなんです。白っていう中でもいくつも白があります。赤って言ってもいくつも赤があります。でちなみにピンクって言ってもいくつもピンクが、ね、はい、このピンク着たくありません？着たいですよね。そして最後にスリットが入ってます。このスリットも可愛いですし、はい、あとお袖です ね、 そうですね、お袖の太めのお袖になっています、はい、で肩が落ちる、はい、落ちてます。なので横から見た時になんとなくなんとなく可愛いっていう風に感じませんか。そうなんですよね、はい、これ言語化すると難しいんですけど、はい、ちょっとちょっとちょっとのところが合体すると、はい、あ、この人が着てるボーダー可愛いな、久しぶりに私もボーダー着てみようかなって思って、例えばまあ、何でもいいボーダーで着ちゃうとなんかあの見かけた人と感じが違うなって思うわけです。はい、色はですね、はい、5色あります。はい、はい、着用しているのがホワイト×ピンク、はい、はい、ホワイト×マスタード、ホワイト×ブルー、はい、このブルーいいブルーでしょ。そうですね、ちょっとこう紫みが入ってる感じ、うん、パープルブルーですね、はい、はい、ホワイト×カーキ、はい、カーキって見当たらないですよね、うん、そうですね、見かけない色なので、うん、あってもいいかもしれないですね、うん、まあマストな感じのホワイトかけるブラックですね、はい、はい、こちらになります。そしてね、これこの襟ぐりもボートネックなんです。ありませんか、冬にニットのインナーにチラッとだけ見せたいんだけどクルーネックじゃないんだよねっていう時あります、あります、はい、でもクルーネック着ると台無しだなってなっちゃう時、もうこちらですね。なので皆さんボーダーティーって言ってもいっぱいありますよ。もうネックが違う、袖が違う、ボーダーのピッチが違う、はい、色が違う、丈が違う、サイドスリットあるかないか、そして素材が違うか、うん、たくさんあるので全部同じひっくるめてボーダーティーっていうのはそろそろやめようか。そうです ね、 ね、ボーダー持ってるってなるとそうなんです、すごい大きいんですよ。このカテゴリーになっちゃうんですけど、でもそのニットの下にそのボーダーは襟違うだろう、首違うだろうみたいになっちゃうんですよね。はい、では例えばですね、この子に何を合わせたらいいかっていうのを一つだけ、着てみようかなと思います、はい、お待ちください。かわいいこんな感じです。先ほど言ったそのネックですね、このリネンですね、このリネンのイチアンティークスのオーダーのノワールの方、ノワールでした、はい、ノワールの方の、プルオーバーのインナーにちょっとだけ色が欲しいなとかな時にこの首元ですね、近くあります、こんな感じです。しかも裾からたまにチラッとこう覗かせて、まあこうなんかやってるとチラッと出るのでそういうのでも可愛いと思うんですけれども、これね素材も可愛いんですよ。ここの素材がリネン、ここの素材が綿、そしてここの素材がボイルコットン、この素材の違いでもみんな軽さがある、この中で一番重さがあるのが綿です。でもこの綿も薄い感じなので、まあ薄いって言ってもねそこまで薄くないんですけど、っていうこの素材の可愛さっていうのは重たさと軽さがこうプラマイゼロぐらいになって、この上にコートを着るとより可愛いです。ではちょっとコートを着てきちゃおうかな、お待ちください。まずはこちらのコート、こちらのコート